日本の地下鉄で驚くべき光景が目撃されました。秩序やマナーが崩壊しつつある現状に多くの乗客が困惑と怒りを隠せません。外国人観光客の急増や公共交通の変化に関する議論が白熱しています。多様性の世の中、意見も多様あります。以下が寄せられたコメントです。人様に迷惑をかけないって言葉、久しぶりに聞きました。子供の頃からこの言葉で育ってきましたね。日本人はこういうことをするのは恥ずかしいと小さな頃から親から教わります。日本の秩序やルールが完全に崩壊しています。だからこんなことすると親の顔が見たいとなりますが、踏めばいいんじゃない、見えなかったで。アメリカでもそうなんだけどな。なんか見なくてもわかりますね。外国人たちの土足で歩くところに平気で寝る神経がわかりません。人は棒を振り回す自由がある。しかし他人に当たるならその自由は制限される。朝の通勤時間帯の地下鉄丸の内線です。外人優遇でなめ腐った態度で来る民度低いやつが多くなったから粛清が必要だと思います。こいつの頭を踏んづけたり尻から顔面に落ちたらどやしつけてもよいのかな。つまり人様に迷惑をかけるなということにたならない。行き過ぎたグローバル化ですね。こんな中国人がいっぱいいます。危ないじゃないか、こんなとこで寝てたら怪我したらどうするだ。底抜けアホの岸田に責任取らせろ。正当だよね。政治家のお偉いさんたちよ、国民は迷惑と恐怖を被ってるんだよ。どうしてくれるんだよ、責任取れよな。俺は躊躇なく踏むよ。何でもかんでも入国させるとこうなった。パンデミックに関して私が唯一懐かしく思うのは観光客のために国境が閉鎖されていたことだ。責任は国の政策にありますから責任取ってください。生ゴミ腐りかけてるから早く処分しろ。蹴飛ばしたくなりますね。迷惑でしかないですね。熱々のコーヒー持ってつまずくとか。踏みつけて OK。 多様化のなす光景の一つ。間違って踏んづけちゃいそう。ドアが開いたらみんなでジャンプしながら踏みつけて出ていこう。これね、踏みつけられても文句ないって意味だからね。この人を踏みつけてそのまま歩きたいですね。周りの人たち見えてるよね。これは許容してるのかビビってんのかどっち。たった一人のイカれた外人に日本の秩序を守れとなぜ行動できない。まだまだそういう人がどこかにいるので変えていきましょう。踏みつぶして歩こう。顔の上にケツを乗せてヘをしてやればいい。ドアが閉まる前にこいつ外に蹴り出していいってこと。床は不衛生、汚いって感覚がないのでしょうか。酔いすぎてこういう人見たことあるけど、いくら綺麗に掃除してあっても床は床。私こういう人を普通に踏んでいくおじさん好きがっつある。きっと床辞任なんだろうから気にせずに踏んであげると喜ぶんじゃないの。荷物置くところに登ってからの。ワイワイガヤガヤ言いながら若いやつら大学の相撲部10人ぐらい入っていってみんなで踏んでやったらおもろいやろな。踏んでも罪にはならんやろ。蹴り上げて踏んづけて通ればよいのでは。日本は二度と入国禁止にするべきだし、この輩の母国も海外渡航をさせない処置が必要。警察もしっかりしてくれ。最近は変なやつばかりじゃないか。これが満員電車だったらおもろいのに。こんなやつ全体重かけて思い切り上から頭めがけて飛び蹴りかませばいいのに。